おはだこはどうもメリアです。スプラトゥーンやっていきましょう。今回もねちょっとねローラーの練習をしていきたいんだけど、ローラーね、でまあローラーもねいろいろあって、まあちょっとね前回に引き続きこうバリアブルローラーをホイールをまあちょっとね練習しようかなと思ってんだけど、まあちょっと気分によってはカーボンローラーとか、あとはスプラローラーとかもちょっとね練習しようかなと。まあ、ちょっと筆もね好きだから筆もまた使いたいんだけど、まあ、今回ちょっとローラーメインでまたやっていきたいと思います。でまあギアなんだけど、今回ねちょっとねイカ忍者をこうまあ見つかりにくくなるイカ忍者をね試してやっていきたいと思うんですけど、まあちょっとねあとはイカ速を一応つけてやっていきたいと。まあちょっとギアもねまだね全然そうギアパワーが揃ってないんだけど、まあこれもね後々ね揃えてやっていきたいなと思うので、まあ今回はねこんな感じでやっていきたいと思います。イカ忍者でイカ忍者とイカ速でねいい感じに今回は試してみたいなと。それでは早速やっていきましょう。ギアもね今ね結構集めてる、いろいろ服集めてるんだけどね、もっとこう今セーラー服みたいなやつイカセーラー着てるんだけど、もうちょっとなんか 色味が可愛いやつないかなーって感じで探してるんだけど、また見つけていきたいね。来た。え、キャンプ場か。キャンプ場苦手なんだよなまあちょっとねバリアブルローラーは結構濡れる武器ということなので、まあちょっと後ろから塗りつつ、まあ、またね、攻めても行きつつって感じでね、やっていけたらなと。どうしよう。どう行くのが正解なんだろうね。このバリアブルローラー、ここ。まあちょっと塗っていこうかな。やばい。危ねえ。全然いないな。やばい。あ、さ、危ねえ。ラッキーラッキー。まあ、ちょっと、こっちに戻ろうかな。まあ、大丈夫そうだね。ん？あそこにいる。あ、倒したっぽい。またあんまりな、どうしよっかな。ちょっと全然キャンプ場の戦い方があまり分かってない。攻められてるね。ちょっともう帰りたいな。一回帰るか。ほい、オッケー、倒して、お、ちょっとマーキングして味方の援護していこう。やった。オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね。まあ、ここら辺に陣取るのがいいのかな。味方の援護しつつって感じなのかな。イカ忍者にさしたけど全然イカ忍者生かしてないっていう、このどうなのか。オッケー、当たった。ラッキーラッキー。え、大丈夫だよね。うん、大丈夫そうだよね。乗り込むか。あ、でも敵いるな。ほい。やばい。あ、最悪。あー、今逃げたかったのに。振っちゃった、間違って。いや結構ねースーパー着地苦手なんだよな。よっしゃー、倒して攻めるか。ほい。あ、全然最後に出れてないし。ほい。うわ、あぶねえ。どうかな。イカニーズ全然生かしてないね。まあ、ちょっとしょうがないかな。オッケー、ラッキー。
攻めた方がいいのか。でもバリアブルローラーあんま前出てもむずいよな。もうちょっと塗った方がいいの、ね、でもね。キャンプ場、むずいよな、やっぱ。苦手だな。なんかあんま攻め込みすぎたくもないしっていうのがあるんだよな。どんどんやっていこう。え、ちょっとキャンプ場だったら、ちょっとバリアブルローラーって企画倒れになっちゃうんだけど、企画倒れほどではないけど、ちょっと、あれにしようかな。バリアブルローラーじゃなくて、もうちょっと前出れるカボローラー練習しようかな。うん。カボローラーの練習しよう。ちょっとキャンプ場が苦手すぎて。まあでも、あれだよね。バリアブルローラー、キャンプ場でも、自分の陣地側から、相手の陣地側の、真ん中ら辺にインク届くから、バリアブルローラーはまあありっちゃありなんだろうけど。まあちょっといろいろ変えてみようかな、ローラー。音楽堂。え、ここちょっとバリアブルローラーで練習したかった感ある。逆に。まあでもカーボローラーちょっと練習していこうか。ちょっと塗っていこうか。塗りながら、まあ、またね、ちゃんと相手の倒しつつって感じでやっていこう。全然来てないな。相手にもチャージャーがいるのか。そこはいいね。これっていけるかな。うわ、そこいるのか。まあさすがにでも大丈夫。やばい。ちょっと待って、一回ちょっと下がる。やばいやばい。あぶね。あーいって、雨フラッシュ。最悪、焦りすぎたわ今。ちょっとあれだな、チャージャーさんが怖いな。まあでも、せっかくイカ忍者だからね、今回は。生かしていこう。塗りながら、塗りしつつ、ちゃんと奇襲して倒していきたいな。大丈夫？いたー。カボローラね、まだローラーの中では、こう塗り塗りがしやすいところあるから。後ろいるじゃん、敵。上から攻めるか。よいしょ。あ、やべ。ちょっとめっちゃいるな。一回下がる。これは、スペシャルを生かしていきたいね。危ねえ、危ねえ、危ねえ。死にたくねえ。よし、行くぜ。行くでー。ロボットボムをみんなにつけるような感じで。あら。奇襲失敗。ちょっとむずいな。あー、ちょっとインクない。うー、全然ダメだ。むずいな、カーボローラー。ちょっとね、距離が短いから、ちょっとクイーボーうまく使いながら行きたいね。またハンマーだ。やばい。よしよし。やばいやばい。クイーボか。クイーボかとっさんじゃないし。むずい。来て来て来て。うわ、最後に。きついなぁ、ちょっと。むずいなぁ。やっぱ裏回った方がいいよね。ちょっとひよったなぁ、今回。お、333。33.3%。ゾロ目。いやぁ、申し訳ねぇ。もうちょっと、やっぱ裏書く感じで行った方がいいよね。ちょっとひよっちゃったなぁ、今回。練習、練習。もうちょっとカーボンローラー練習してみようかな。ちょっと苦手だけど。来た、キャンプ場。んー、ちょっとカーボンローラーでいい感じにあれしようかな。裏取りの練習をしながらやっていこうかな、今回。
なかなかね、裏取りがうまくできなくてさ、いつも。まあ、筆とか使うときって結構裏取りをしたりするんだけど、下手だから。いるね、もうね。お風呂苦手なんだよな。ほい。ペチン。ナイス。練りながら行こう。これ裏書いた方がいいんだろうな、もうすぐ。チャージャーいるのか。怖いな、ちょっと行きたくねえな。いるな、敵。お風呂だ。お風呂苦手。お風呂苦手なんです。お風呂嫌です。痛い。わ、ちょっと待って。ほい。あ、くそ。あぶねえ。あぶねえ。チャージャーさん見てるな。一回行かないでおこう。行った方がいいのかな。ちょっとこういう時どうすればいいの。あ、こう味方さんに合わせて、あ、今行けるな。裏書く。裏行こうか。行ってみようか。だってチャスさんまだ見てない。今だ。ふっ。一旦逃げて。ふい。ロボットブーム行け。いけ、ロボット。うわ、上いる、上いる。今の絶対、張り合わない方が良かったよね。ちょっと焦りすぎちゃうんだよな。よくないな、マジで。いやー、怖いね。やっぱ。わや、お風呂いる。うわ、お風呂、マジで苦手。危ねー。怖っ。え、どうしよっかな。攻めるか。そこいるのか。やばいやばいやばい。お風呂来てる、お風呂来てる。ベチン。やばい。あ、お風呂。もう全力で引いた方がよかったかな。それか壁に張り付くっていう手はあんのか。なんかちょっとずつ学びを得てるぞ、今のところ。ちょっとこっちに行こう。学び得てるぞ、学び。いいよいいよ。まだ見えてるよ。やべ。やべ、最悪。見失った。見失っちゃった。うわー、もう、下手だな、相変わらず。こっち行こう。あ、でもちょっと意外とさ、塗った方がいいよね。縄張りだからね。塗るか。うわ、あぶねえ、びっくりした。そう、塗るわ。ここだけ塗って、ちょっと食いぼで塗り返して。あ、やった、これやらかした。え、微妙。負けたかな。わかった、やった。嬉しい。いや、むずいな、カーボンローラー。もうちょっと奇襲かける感じでできるようになりたいよね。まだまだちょっと足りんな、修行が。でもちょっとずつ学びが得てる気がする。